マルティン・ガストン・デ・ミチェリスは、アルゼンチン・コルドバ州出身の元サッカー選手。元アルゼンチン代表。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。イタリア国籍も所持している。CA リーベルプレート、横浜マリノスなどで監督を務めたホルヘ・ソラーリに、才能を見出され、レナとセサリーにデプレイしている時に、ブエノスアイレスに、本拠地を置く CA リーベルプレートに引き抜かれた。 1998年にトップチームデビューしたが、2001年までは自身の立ち位置を確立することができなかった。その後は、ラモンディアス監督指揮下のチームで見事なプレーを見せ、最終ラインのようとして2度のリーグ優勝を果たした。バイエルン・ミュンヘン2003年7月1日にドイツのバイエルン・ミュンヘンに移籍した。バイエルンにとって初のアルゼンチン人選手の獲得であった。 9月27日の FC ハンザ、ロストック戦でデビューし、2003から04シーズンは、負傷離脱したトルステンフリンクスに代わって、センターハーフの位置で出場することが多かった。このシーズンは、戦線離脱を繰り返し、満足な結果を残せなかったが、2004年夏に就任したフェリックス・マガト監督の下で、先発メンバーに定着し、2004から05シーズン、 2005から06シーズンの2冠達成の重要な役割を担った。2007から08シーズンには自身の起用法をめぐってオットマー・ヒッツフェルト監督と対立した。ヒッツフェルト監督はデミチェリスをセンターハーフとしてプレーさせたがったが、デミチェリスはセンターバックでのプレーを希望し、クラブから1試合の出場停止処分を言い渡された。 2009年夏にルイファン・ハール監督が就任すると、若手のホルガー・バトシトゥバーが積極的に起用され、デミチェリスの出場機会は減少した。2009から10シーズンは、リーグ戦とカップ戦の2巻に輝き、UEFA チャンピオンズリーグでは決勝に進出したが、リーグ戦では21試合しか出場できない、不完全燃焼のシーズンとなった。 2010から11シーズン開幕戦の VFL、ボルフスブルク戦では招集メンバー入りを拒否し、他クラブへの移籍を志願すると、ファンハール監督もそれを了承した。マラガ CF2010 年12月30日、リーベル時代の恩師、マヌエル・ペレグリーニ監督が率いるスペインのマラガ CF に移籍した。移籍後は CB のレギュラーとして起用され、守備を引き締めるとともに、 チームの反転構成に尽力。終盤戦には5連勝も記録し、最終的には11位に滑り込んだ。翌2011から12シーズンは制裁を欠くプレーを見せながらも引き続き CB のレギュラーとして出場していたが、ジェレミー・トゥラランの負傷後は、守備的 MF に回り高いパフォーマンスを発揮し、チームの4位フィニッシュ及び史上初となる UEFA。 チャンピオンズリーグの出場権獲得に貢献した。アトレティコ・マドリード2013年7月11日、フリートランスファーでアトレティコ・マドリードに加入。契約は1年間。マンチェスター・シティ・ FC9 月1日、アトレティコで公式戦出場がないままオンし、マヌエル・ペレグリーに率いるマンチェスター・シティ・ FC に移籍決定。契約は2年間。 2015から16シーズン終了後、契約満了に伴い退団した。RCD エスパニョール2016年8月10日、RCD エスパニョールへ移籍することが発表された。リーグ戦2試合出場のみと出場機会に恵まれず、2017年1月10日に契約解除された。マラが CF2017 年1月17日、マラが CF へ移籍することが発表された。 三年半ぶりのフルス・マラガ CF 復帰となる。2017年5月15日、デミチェリス本人は愛着ある、リーベルプレイとかマラガでキャリアを終えたい強中を明かした上で、2016から2017シーズンに一ぱでの現役引退を発表した。ホセペケルマン監督によってアルゼンチン代表に招集され、2005年11月12日のイングランドとの親善試合でデビューした。 クラブの地元、ドイツで開催された 2006FIFA ワールドカップのメンバーには選ばれていない。2007年9月11日、オーストラリア戦で代表初得点となる決勝点を決めた。2010FIFA ワールドカップに出場し、ギリシャ戦でアルゼンチン代表の同体開初得点を決めた。2015年6月1日、コパアメリカ後に代表から引退することを表明したが、 その後も代表に呼ばれ続けていた。ありがとうございます。